はい、どうもこんにちは。横顔です。今回は、僕、横顔という名前で活動をしてるので、横顔っぽいおはげさん、こんにちは。横顔っぽいパークで遊んでいきたいなと思います。てなわけで今回は、テクニシャン、フリップフロップ、不滅、ディストーション、この4つで、なんとかやっていきたいですね。よし。とりあえず、お伏せが反応してるんで、誰かチェイスしてますね。回しましょう。多分、ここ回してた人かなって思います。で、今回ね、テクニシャン持ってきてるんで、2分の1で失敗しても、バーンって言いません。なので、今、アーカイブをね、同時進行してるんで、積極的にグレートを狙っていきたいと思います。全然、なんかいつもの癖でめちゃめちゃお気に入ってますね。よし。で、一応ね、2分の1でバーンって言わな、なんだよ、君は！あ、いた！もうなんかいたな。おーおーおーおお、大丈夫？積極的だね。俺の方来てんな。俺の方来てんな。回り込んだね。よし。オッケー。これね、案外こっち行くとね、あー、ダメでした。で、惜しい！今めちゃめちゃ惜しかったんちゃう？おう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 。こんな感じでちょっと予期せぬ感じで捕まっちゃったんですけど、その間にちょっとパークの紹介でもしておきましょうか。はい。じゃあ時計回りで紹介していきたいと思います。ナイス救助。3時から行きます。フリップフロップ。はい。で、6時が、不滅。で、左がディストーションなんですけど、左じゃなくて9時か。フリップフロップは、瀕死状態、這いずり状態で、回復してる分の 50% が、もがきゲージに、反映されるというパークです。で、それに加えて、不滅、これも一応シナジーがあるんですけど、不滅は、這いずり時、回復速度 35% アップ、それに加えて一度だけ、復活することが可能。というパークで一応ね、フリップフロップとシナジーがあるのはあります。ただこの2つを組み合わせで使ってる人っていうのは結構珍しいんじゃないかなって思いますね。うん。で、せっかくの機会なんで、いい感じで使えたらなっていうふうに思ってるんですけど、ただいかんせん展開早くて、ワンダウンで発電機が3台回ってる状況です。で、これももうつい、あ、今の見ました。テクニシャン反応しましたね。どんだけ発電機ミスんねんぐらいミスったんですけど。で、ディストーションは、おお !2 分の1決めていく。で、ディストーションは、キラー側の、オーラ可視表示能力を、無効化するパークです。わかりやすい例挙げると、バベチリ。あれ、これ来るな。あれ、釣られてるとこから、46メートルか48メートルか分からへんけど、それ以上離れてる生存者のオーラを可視表示するっていう能力なんですけど、それをカンパできますね。これ、俺の方来てないか？俺の方来てない？あ、でもハゲが追われてるんか。ただ、ゲーム展開早すぎてもう終わっちゃいそうですね。もう一戦いきますか。何も見どころがなかった。テクニシャンはうまく反応したんですけど。はい、ということで、もう一戦やっていきましょう。てか、びっくりしましたね。先ほどの収録時間が、約5分少々でしたね。どんだけ展開早いねん。さあ、やっていこう。ハリントン君と回していきたいと思います。ドクティーですね。
まあ、一応テクニシャンあるんで、積極的に狙っていきます。なんか大概この、複数で回してると置きに行っちゃうんですけど、僕が2分の1を信じます。めちゃめちゃ早いね、発電機。せい！いや、これ、守ってます。よし！いや、でもそれにしてもさっきの試合早すぎひんか。めちゃくちゃ爆速でしたよね。しかも結局俺しかダウンしてないよな。クロちゃんもクロちゃんでライト持ってたし。早すぎるな。一人ジョイントとワイヤーリールの人がおったんですけど、それ以外特に何かを持ち込んでるってわけでもなかったし、まあ、最高率で回すと、あのぐらいのスピードで回っちゃうってことやもんな。大丈夫かな？今回もめちゃくちゃ、順調に発電機が回っていってんねんけど、横顔っぽいパークを使って遊ぼうと思ったけど、展開が早すぎますね。で、チェイスしてくれてるから、なんか他の雑務をするわけにもいかんし、なんか最近のサバイバーってこういう展開になること多いよね。なんかね、チェイスしてくれてる間にね、なんか他のことすんの悪くてね、できないんですよね。まあ目の前にトーテムがあったら、まあ怖そうかなーってちょっと、下水顔で考えるぐらいかな。でもほんまそれぐらいですよね。まあ工具箱しかり、工具箱ちゃうわ。箱しかりか。さあ、ドクティさん来ましたね。中央の板は使ってるんでしょうか。で、ディストーション反応してますね。なので、バベチリはあると思います。イタチの有無を確認しに行きましょうか。イタチないね。てか、蹴ってないんか。で、通電完了しましょうか。よいしょと。おそらく誰か今チェイスしとるんで、発電機回しましょう。向こう側2つつけたんでね、こっち側も1個つけておきたいですよね。極力発電機が固まらへんように回したいですね。さあ、僕ディストーションあるんで恐れずにここ回します。ディストーションほんま便利なんですよね、こういうとこで。まあ、僕は映らないと。で、さっき効果、もう一回調べてきたんですけど、ディストーションの効果ね。あれは、その10秒間、そのパークが反応してる間、痕跡が残らへんってやつと、まあ、あれです。オーラが映らへんってやつですね。うん。まあ、こういう時はめちゃめちゃ便利ですね。さすがに、まあ、キラーがなんとなく策的に来るとバレちゃうんですけど、まあ、バベチリとイタチをこれで封殺。封殺ほどはいかへんけど、まあ、防げるかなってとこやね。うん。よし。で、なんかテクニシャン持ってきてて、結構アグレッシブに行くべきなんやけど、なんかもう、本能的に、守りのスキルチェックをしてしまいますね。皆さん、どちらにスキルチェック外すこと多いですか？僕、ほんまに置きに行ってまうんで、左に外す、左にちょっと外すっていうのが多いかな。さっきはまあ土着層派手に外しとったんですけど、今のところ失敗で2分の1を2回成功してるんで、次あたりやばいかなって思います。さあ、発電機回りましたね。多分いい感じにばらけてると思います。そことそこと向こうもまだあるっぽいよね。うん。で、僕はもう一回ディストーションの効果で見えませんと。いやー、便利やね。めちゃくちゃ便利。で、この範囲にも入ってへんから。で、こういう時迷うんすよね。発電機を回すべきか、救助に行くべきか。でも、明らかに他の方は救助意識の高い方なんで、まあ僕は、動画としては何の見応えもない、ただ発電機を回すという動画になってるんですけど、
まあ、ディストーションの強さは皆さんにお分かりいただけたんじゃないかなって思いますね。こういう展開になるとめちゃくちゃ刺さるんですよね。うん。ドクター蹴らへんかっただけやと思うんですけど、これでイタチまで持ってたらめちゃくちゃ強いです。あーバーン言うてもだ。おいテクニシャン頑張ってくれ。テクニシャンの効果なんですけど、さっきは具体的な数字言ってなかったけど、一応ねこのシュコシュコ言うてる発電機修理する音あるんやん、あるんやんって、なんでそんな友達口調になった。あるんですけど、えこれがね8メートル普段よりも狭くなります。だから発電機回してる音がキラーに聞こえにくくなりますね。ただもうこれつくね、這いずり放置やけど。ノーワンと、そしたら僕はノーワンを探しましょう。発電機がつくの待ってたんかな。まあ近づりでしょうこれは、おそらく。僕はトーテムを探す旅に出かけましょうか。さあ見つけれるかな。いやなんかありそうこの辺に。終わりか。いや面白くなってきたね。ここ回しますか。まあ僕一応フリップフロップと不滅あるんで、這いずり放置されてもなんとかなる可能性があります。味方来ましたね。もう開けちゃいますか。なんかもう最近ね、寸止めより開けちゃう方がええんかなって思うんですよね。まあノーワンやから壊す必要ないか。壊すじゃない、救助か回復か。めっちゃ間違うやん。さあ味方がダウンして、これトーテムこっち光ってへんな。いやーこれ、いやー勝負するか、探すか。まあ、せっかく動画回してるんで面白い方撮りましょう。こっちがトーテムやと、こっちにもしノーワンがあるとしたら詰むな。よし。いやこれどうだ。いやー救助するべきだったな、失敗したな。やばいバレてしまった。やってもた。何してんねん俺は。めっちゃしょうもないミスするやん。だがしかしですよ、ここで横顔さんの不滅が生きてくるわけですよ。これ寸止めしましょうか。あの人絶対連打してほしい。僕はこれ止めて、いやもう行くわ。あの人多分追いかけられとるから、これ不滅で起き上がります。不滅行きましたね。でこのオブセッションのモコさんが、名前言うてもた、MOKO さんがストライクを持ってた。あそこにノーあんのか、マジで。ただ僕はこれはゲートから出ることができるのか。ナイス。うわでもこれ一直線で来るような俺の方。最悪だこれ。いやでも俺のことはこうへんな。いやーここであの人まで救出できたら最高なんやけど、助けたんよな。で向こうのゲート開いてるんで救助さえできたら。ねモコさん今追われてるな、また言うてもうた。よし行きます。あこれ
やばい、バレた、まずい。救助間に合ったんか、ナイス。逃げろ。これ間に合うかな。いや俺、いやなんかいける気がする、俺いける気がする。間に合う、頼む。くっかー、あーバカ野郎、こんなところで、あー正気が、正気さえ来なければ、なあー、これ間に合わんのか。なあ、マジかよー、叫ばへんかったらいけた。なあ、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。